どうも皆さんこんにちは、渡辺です。昨日髪の毛切っちゃいました。まあどうでもいいんですけど、まあ今日は自分でできちゃうお呼ばれアレンジ方法をちょっとやってみました。で、今日のポイントが、まあ、上のちょっとボリューム感ですね。あんまこう、ほぐしを全然今日使ってなくて、でもこう、ボリュームアップできるっていう方法と、あと、毛先って結構巻くの難しいかなと思うんですけど、こう、外巻きにしたらいいのか、内巻きにしたらいいかなとか、結構難しくて、で、それ僕の巻き方って結構特徴があって、ちょっとゴムで結んで巻いちゃうんですよね。その方が、綺麗に均等に巻けるっていう方法になってます。なので、まあ、その2つがポイントで、まあ、多分今のこう12月の季節、多分まあパーティーだったりとかいろいろあると思うんですけど、まあ、自分でアレンジしないとダメっていう時に結構使える方法になってますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。はじめにブラシで溶かしていきます。引っかかりがないような状態までしっかりと溶かしていきます。次にオイルをつけていきます。まとまり感が出るぐらいまでしっかりとつけてください。次にトップのあたりの髪の毛を取り分けます。だいたいこのぐらいの束で取り分けて後ろにまとめます。ゴムでしっかりと結んでいきます。次に両端を持ってそのまま横に引っ張ります。するとこの辺にボリュームが出てきやすくなります。なかなかここのボリュームが出てこない方はゴムをもう一度下にずらして両サイドを持ってぐーっと引っ張るとまたしっかりと出てきます。まとめたいサイドの髪の毛を後ろに持ってきて、もう持ってきやすい位置で大丈夫かなと思います。だいたいちょっと上あたりぐらいにまとめます。でゴムで結んでいきます。ここに空洞が空いているので一度くるりんぱをやっていきます。毛先をギュッと締めます。毛先の髪の毛を大体でいいので半分に分けてゴムで軽くだけ結びます。毛先の部分を、まあ、横にサイド向きに持ってきて固定で巻いていきます。この時外巻きでも内巻きでもどちらでも大丈夫です。ポイントは細かく毛束を取って巻くことです。反対側も同様に巻いていきます。巻き終わったらゴムを外していきます。ほぐしていきます。最後にゴムの部分にヘアアクセをつけてゴムが隠れたらこんな感じで完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。自分でできちゃうお呼ばれアレンジ方法になります。よかったら参考にしてみてください。